サッカーエグストチャンネルへようこそ。このチャンネルは中学生や大学生などの育成年齢の指導に力を入れてらっしゃいます名古屋 FC の監督尾崎さんと一緒にサッカーの有識者にインタビューしていく番組でございますが、今日単独、また単独です。その後動画です。テーマは、はい、今日はですね、サッカー指導者必見、名古屋 FC 監督が教える生物の指導法大学生編ということで。なるほどね、はい、大学生っていうのは奥深いなというのがまずこう空気的にあって、僕のまずこうシチュエーションっていうか、イメージとしては、高校生まではかなりこうシステマティックに管理をされてきて、管理、うん、おー、例えば小学校6年間、中学高校3年ずつ、学校教育の中の部活動が中心であって、でもここ J リーグができてからはクラブチームが台頭してきて、今は実力的にはユース年代、ジュニアユース年代も J クラブの各組織のアカデミーがこう実力的にもかなり上になってきて、まだ日本の文化の中においては高校サッカーっていうものについてはまだまだ高校サッカー選手権があって、でクラブユースがあってっていう、そこは拮抗してるんだけども、中学年代になるともう中大連よりはね、町クラブとこうJ の下部組織の戦いはちょっと J の方が上 なのかなと。じゃあ大学に目を向けてみると、はい、大学生も J リーガーも同じカテゴリーの一種っていう中に、いわゆる大人っていう中のカテゴリーなのね。まあ高校生は2種、中学生は3種、小学生は4種っていう、まあ種別に分かれているから、大学生っていうのは基本的にJリーガーと同じ一種のくくりの中の、まあ、大学っていう、そういう、例えば18歳高校出て大学生になりました、18歳19歳21、まあね、19から22までが基本なんだけれども、もう実際に18、19、20でJリーガーとして活躍している人がいっぱいいるわけですよ。うん、多いですね。ね、うん、大学在学中にJリーガーになる子もいるわけだ。ってことは同じこう年代で同じ種別の中の J と大学生っていう違いがある。ただここで大きな違いは、大学生のサッカーっていうのはあくまで高校までと同じようなイメージの学校の部活動、ただし管理されてるようで管理をしすぎないっていうのが僕の考え方ね。高校っていうのは朝練習があるチームはあるんだけど、朝から授業をやって、まあ当然大学生ももちろん授業があるんだけど、高校は決められた、学校側から決められた時間割があって、その時間割が終わった後練習をすると。で当然練習が終わったらお家に帰る、寮に帰る。大学生も同じようなこう流れなんだけども、そこの中に自分で時間をマネージメントするっていう作業が入ってくる。高校は意外と決められた時間の割り振りの中でそれに従ってやっていくっていう、そこにね、めちゃめちゃ大きな差がある。でも大学生になると自分の管理の中でそうやらないと、そう、うん、もちろんその授業があって、授業は個人、大学、それから学部とかいろんなこうセッティングによっては時間が違ってくる。レギュラーとか A チームの中とかセカンドチームだとかいろんなチームがある中で、同じ時間帯で授業を受けるわけじゃないから、そこの中でトレーニングの時間はある程度限られていて、授業終わってすぐ今日のトレーニングが始まるとか、逆に、授業がなくて今日はトレーニングだけの日であるとか、あくまで僕は大学生のサッカーという視点から見ていくと、まあ、僕はどこの大学でも一緒だと思うのね、はい、うん、大学生だから、そう、学校教育の中の部活動、うん、だからそこにね、やっぱまあ僕の見方でいくと、はい、もう高校でも大学でももうJのチームに近いような活動をしている大学も高校も当然ある、はい、あ、サッカーの分野においてはね、うん、うん、まあそれが強くしていくことは間違いないんだけども、はい、まあだからそこが非常に難しいのよね。大学サッカー、高校サッカー、あー、やっぱいろいろ決められた中での活動ということでいけば、うん、そうすると僕は大学生っていうのはあくまで自分で、いわゆる自己管理っていう言葉をよくサッカーの指導者は言うんだけど、これは中学生からも言うわけ、自己管理、
もうもちろんその自己管理がしっかりできるやつの方が伸び率が高いというのは当たり前の事実だもんだから。そうですよね。そうそうそう、うん、そうするともうまさに大学生は本当に自己管理っていう言葉がぴったしの4年間なのね。そういうこといくと指導法っていうことでいくと、はい、技術とか、はい、まあ、戦術とかいろいろある。もちろんそのカテゴリーが一種だからプロと同じカテゴリーにいるわけだ。当然のことに実力的にも限りなく一番プロに近いとか J1、J2、J3 があって JFL があるわけだから J1、2、3 がプロで JFL と大学生はアマチュア。でも実力的にはアマチュアのチームが J リーグを食ったり任せたり、天皇杯ではたまにジャイアントキリングっつってね、大学生が J のチームを破ったりすることもゼロではない。ありますよね。あるあるある。そうすると同じピッチで戦える一種なのね。昔は天皇杯っていうのは高校生も出てきたんだけれども、ああそうなんだ、そうそうそう、本大会に高校生も出てきたんだけども、やっぱ体力的なものとかね、いわゆるフィジカル的なものでやっぱり若干ちょっと劣ると。そうですよね。そうそうそう、まあそういうことを考えると大学生っていうのは限りなくそのプロやアマチュアのトップトップに近いそのカテゴリーなんでね、まあそこの中に学校生活との関係性を持ってサッカーオンリーじゃいけないよと。でそこで僕はね、その指導法の中でね、はい、見つめてきて、はい、僕のところの大学なんかは、はい、選手には失礼な言い方にはなるんだけれども、はい、やっぱ高校の強豪校から来てうまい子も中には当然いるんだけれども、はい、技術的にうまい子がサッカー的にいい選手イコールではないことが大学10年間やってきて発見したので。お難しいでしょ。ちょっと難しい、ね、うまい選手、はい、前もこう YouTube なんかでいろんな高校の監督と話した中でとか、あ、はい、上手い選手といい選手がイコールじゃないという、うまい選手がいい選手に変貌していくところが上の方のサッカーの世界にはいる、はい、特に日本はね。お海外はもう能力だけがもうず抜けてって、あー、なんかこうというところ、ね、悪い選手でも上手い選手はでも上の方にいる。ちょっと難しいかな。でも圧倒的なその何かストロングポイントとかがあるみたいなところがあると、うんうん、ちょっと悪いところがあっても、うん、日本の中で大学の4年間をどうこう過ごさせるかが指導のベースにある。指導法に行く前にベースのそのこう4年間で何をこう感じさせてどういう取り組み方をさせるか、もうこれはね高校でも中学でも実は一緒なのね。そこをすり抜けて上手くなっても、どっかでチームという組織の中ではいい選手にはなり得ない可能性がある。ここにねサッカーだけじゃなく、ね、他の団体競技も特に中心なんだけども、あのチームスポーツは特にサッカーであれば11人という小さな組織、それをこうバックアップする他の部員も含めてうちで言ったら130人を超えるようなね、そのこう組織が同じ考え方でやっていくことの方がいいに決まってるわけでしょ。まあそうですよね、まとまるというか、だからそこの原理原則を指導法の第一段階として捉えて、多分僕はねどこの関東関西九州ね東部市も含めて、各地域の大学の監督さんはそこに多分どれだけの力を注ぎ込んでベースを作っているか。でもどこの大学の監督さんも今言ったような基本的な指導に、細かいサッカーの指導に入る前の指導方針っていうのを徹底させてきていることは間違いない。まあ大学生の指導法についてという今日テーマではあるけれども、はい、前まずベースは基本はじゃあシステムについて、こうしましょうとかああしましょうとかっていうことは、もちろんコーチもいるしコーチの仕事でもあるし、当然来た選手によって、特徴を生かしながらこう組み立てをしていく。でそれはもう本当にサッカーのプロフェッショナル的な話はこのチャンネルではあまりしてないはずなんでね。ね、指導理論とかさ、そうです、そうでしょ、専門用語とかが多いのはあんまり、うん、でしょ、うん、じゃあ今度433についてとかね、
わかんないでしょ。あ、一応今はわかる。今はわかるね。じゃあ4バックにする、3バックにするって、うちも3バックでやったり5バックでしたりって、こうそういうサッカーの技術的っていうか戦術的な話をしだしたら、お母さんもし見てたらね、ピンとこないよね。そうですね、うん、逆にそこを徹底解説するその企画やってもいいかもしれないぐらい、ね、まあそれはまたそれで、はい、その僕だってこんなジジイだから、うん、その今のサッカーの戦術についてはもう日進月歩なんですよ、ヨーロッパとか。でそれは遅ればせながらいろいろこう勉強っていうところまで行っていいのかどうか分かんないけども、それなりにやっぱ興味もあるし、うん、勉強もするんだけども、はい、それを具現化していくっていうのは、まあコーチを中心にうちもスタッフがやっていく。そこを大学サッカーだからまとめなくちゃ。これはプロフェッショナルサッカーであれば、監督がアウトラインを作って、スタッフコーチが具現化をしていくっていう作業だと僕は思うんだけども、まあ、大学は本当にさっき言った、僕は特にそうなんだけども、130人を預かったら一人のプロのためにどうのこうのじゃなくて、130人のために社会に出ていく準備っていう変な考えだから、うん、全国の大会に、全国大会に出たいとか、あ、うちのチームからもプロフェッショナルな選手を輩出したいとかいうようなこともあるし、大会を勝ち抜いていきたいとか、リーグ戦の優勝したいとかっていう普通の人がのね、監督さんが思うようなものもちゃんと要求、要望としてはあるんだけども、それも大きなコンセプトとしてはそういうさっきのね、人間教育のところ、そうそうそう、そうそう、それやるとね、中身濃くなるし、その選手のこう成長曲線がね、普通でもこうやっていくんだろうけども、その人間教育っていう言い方がまあピンと合うからそうやって言うんだけども、はい、その自己管理がしっかりできるシステムを自分の頭の中で構築できたらグッと伸びるっていう経験上の理屈があるから、手っ取り早いなと。手っ取り早い、そう、ドリブルを教えるよりもヘディングを教えるよりも、はい、ね、戦術をこう組んで、はい、相手によってこういう戦い方しましょうっていうことをやるよりも、それを必要性と感じて、だからここから戦術理解度とか、学習能力とか、そういうことに行き着く。